バーター症候群はヘンレ警定の太い上アンギアの機能不全を特徴とする症候群。本症候群はフレデリック・バーターらによって提唱された疾患概念である。1960年に最初の報告がなされ、1962年にはより多くの症例に基づく報告がなされた。本症候群は腎臓のたるの機能不全を主体とする 続発性アルドステロン症の一つであり、レニンアンギオテンシン・アルドステロン系の更新にも、かかわらず、血圧が正常内視、軽度高値程度に止まっている、ことが特徴である。機能不全はいずれも遺伝的素因によるものと考えられており、その基準に応じて IV 型に分類される。遠位尿細管の緻密判では、減量中の CL マイナスの濃度が低いほど、 糸球体膀細胞でのレニン分泌を更新させるように、レニンアンギオテンシンアルドステロン系を調節している。その際に、緻密半細胞が原料中の CL マイナスの濃度を感知する上で、NAK マイナス 2CL 共有相対が重要な役割を果たしていると考えられている。しかし、例えば本症候群、I 型によって NKCC2 が機能不全に陥ると、 減量中の CL マイナスの濃度を緻密判が感知できなくなるため減量中の CL マイナスの濃度が低いと誤認識を起こし糸球体膨細胞でのレニン分泌が異常に更新するその結果ラー系が過剰に復活されアルドステロンの分泌を異常に促し続発性アルドステロン症を起こす続発性アルドステロン症は低カリウム血症と代謝性アルカローシスを起こす 続発性アルドステロン症によって起こされた低下流無血症は腎臓で合成されるプロスタグランジンの酸性を異常に促進し過剰に産なされたプロスタグランジンはラー系をさらに復活するという悪循環ができる。一方、レニンの小圧作用とプロスタグランジンの高圧作用が相殺されて 血圧は正常に保たれる。本省においては、その基準からしても、ループ利尿薬の過剰投与時と同様の臨床症状、検査所見が認められる。低カリウム血症による筋力低下、四肢麻痺、尿濃縮力低下による多尿等を起きたし、腎不全に至る。本省においては、乳児期から低カリウム血症を発症し、成人までに1、3が末期腎不全に至る。 先天異常以上なので、対症療法を行う。低カリウム血症に対してはカリウムを補給する。低クロール血症に対しては、KCL の蛍光投与で補給する。アルドステロン症に対しては、アルドステロン受容体気候薬スピロのラクトンを投与する。プロスタグランジンの過剰酸性に対しては、プロスタグランジン酸性素外薬のインドメサシン等を投与する。ありがとうございます。